でですね、水に溶かしたとき、イオンに分かれる物質、まずイオンが分かっちゃうんだよね。電気を見た小さな粒なんですけど、水に溶かしたとき、イオンに分かれる物質を、電解質と言います。電解質。じゃあ、分かれない。まあまあ、ちょっと省略しようか。で、分かれない物質を、非電解質という、ね。まず、イオンって何でしょう？電気を帯びた小さな粒のことです。で、火はこうですね。火はあらず、電解質にあらず、非電解質という。電気を帯びた小さな粒原子のことをイオンと言います。水に溶かしたとき、イオンに分かれる物質を電解質、分かれない物質を非電解質と言います。ですね。そしてもう一つあります。もうちょっとこうタイトルできますか。で、3番。水に溶かしたとき、イオンに分かれること。イオンに分かれることを、電離という。電離という。電離という。電気を帯びた小さな粒、まあ、電子のことをイオンと言いますね。水に溶かしたとき、イオンに分かれる物質を電解質と言います。分かれない物質を非電解質と言います。水に溶かしたとき、イオンに分かれることを電離と言います。ここは言葉だけですね。で、まあ、ちょっと試験が終わったから、まあ、ちょっと頭の中にまだ残ってると思うんで、まあ、今回は、ミナヒガとホニシが、こう、試験範囲だったんですけど、ですね。これからのアドバイスとしては、化学式は絶対出るやろうと思ってほしいわけよ。ね、電離式とかね。電離式とか化学式は絶対に覚えてほしい。だからそこがちょっと勉強の仕方が弱いんじゃないかな、という気がします。出るじゃないですか、化学式とか今まで。だけん、それをやっぱりちゃんと何回も練習する。ね。だけん、肺の中で、もう山かけるって悪いことみたいに言われるけど、山かけるってめっちゃいいことなんで、なぜかわかる？どこが大事か一生懸命考えることなんですよ。これは絶対大事ですよ。試験範囲全部大事ですって言ったら、勉強、メリハリができんや。スポーツでもそうやけど、ね、よく野球でもこう、例えば、ここで力が入っちゃったらインパクトの時力が抜けるって言うやん。ね、だから、当たる瞬間に力が伝わればいいわけやし、ここでガチガチにこう構えつく必要はないわけで、非常にリラックスしとけばいいわけやし、つまり力を抜くとこと入れるところをうまく使い分けきらないか。で、入れるとこは今から言う、その化学式のところだ。ね、それで、1番、ちょっと待ってね、4番目ね。塩酸の電気分解。もう今回は塩酸と塩化銅の電気分解が中心になる。塩酸の電気分解です。ですね。で、これはですね、俺的には大きな水槽を描いたらいいと思う。大きな水槽を描いてイラストで覚える。ね。で、これに炭素棒の電極をこう入れまして、
結構でかい絵を描いてですね。で、ここにこう、電源をこれでこう、つなぎまして。つまり、塩酸の水溶液、塩酸の水溶液に電気を流すわけね。まあ、電池は、長い方がプラスマイナスどっちですか？プラスでね。こっちがプラス、こっちがマイナス。だけが、こっちがプラス極になるんですよ。プラス、電池のプラスにつないだ方がプラス極、こっちがマイナス極になる。ですね。OK ですか？ほんでもってですね、いきます。塩酸の電離式。これ出すんですよ、まず。で、こういったところに力を入れてくださいと。あんたたちが学校の先生だったら出すと思うけどね。塩酸の電離式。はい、大事なのはですね、電離式という書いてあるところなんです。電離式。電離式というのはイオンに分かれる式ということです。電離式はイオンに分かれるということですから、はい、電離式はイオンに分かれるということです。じゃあどういうことかというと、HCl。なんか欲しいね。さっきから出らんちゃう。なくなったのかな。まあ、とにかく、力入れないかと思って、自分である程度、分かってほしいなと思うんですけど、こう出そうやな、っていうところですね。まあ、先生が印象のところもあるよね。こう、大事場合とか出す場合とかね。まあ、理科は、そんなもんですよ。ちゃんと言ってくれると思いますけど。はい、HCl なんですよね。まず塩酸が HCl は当然覚えておかないから。で、イオンに分かれるんですね。イオンに分かれる。ですけど、ルールが決まっちゃうってです。ルールが決まっちゃう。本当に、南日向と西中の皆さんすいません。この話をたっぷりさせてほしかった。真ん中、まあこれ、H と CL に分かれるけど、これから左がプラスで、右がマイナスって決まってるんですよ。例外ないんです。左がプラス、右がマイナスなんです。だから、H がプラスで、CL がマイナス。これで点が取る。もう一回いきますね。問題で、塩酸の電離式を書きなさいというと、まず塩酸を覚えておかないといけません。それはもう勝負になりません。で、塩酸をイオンに分けるわけです。H プラスと CL マイナスに分けるわけだけど、ね。そのイオンに分かれる式が電離式なんです。ですか？じゃあもう一個あります。もう一個。塩酸の電気分解の式。だから問題の出し方が二つあるんですね。塩酸の電気分解の式。だけんね、問題が、どっち側で聞かれたかによって、今回式が2つある。2種類ある。2種類。で、電気分解の式って言われたら、物質に分かれます。イオンじゃなくて、物質に分かれる。で、あんたたちに伝えたいのは、ね、明日天気ですよ。明日の天気どうですかねって聞かれて。僕元気ですとか言ったら、バカじゃねえとかね。ね。こう聞かれたとに、電離式やら書き寄ったら、バカじゃねえってことになるわけ。だから相手が何を聞いてきたかによって、ちゃんときちんと使い分けるっていう能力を、これ試されてるわけ。今までは同じような内容で式が2つなかったんや。ちゃんと式が1個しかなかったんや。今回は、電離式か電気分解の式かによって式が2種類ある点気をつけてください。どっちが使えたかですね。ここは2がいります。なぜかというと H2 と Cl2 にせないかんですね。じゃあちょっと聞かせていただきたいんですけど、西中はこれ出ました。でもね、2つしかないもんね今回。
塩酸か塩化どうかですね。ですね。はい。ミナヒガも出ましたよね。はい。これを見ましたか。この試験見ましたからね。それでは後で話しますよ。はい。はい。はい。もう大事なんですよ、とにかく。ですから、出るっていう分かっちゃうところで大事なんですよ。だからそこ力を入れて、これ、一致の人はもう絶対に、このまま出ますけどね。期末工場。こっからスタート。さて、プラスはどっち極に引き付けられる？プラス値。よね。プラスマイナスに引き付けられるね。ところで、H プラスってどうなっておくかっていうとね、穴が開いとうと、電子が逃げていっちゃうけ、穴が開いちゃう。で、これはマイナス極に引き付けられる。電子が外に出ていっちゃうき、穴が開いたやつが H プラスなの。もともと綺麗に穴も何もなかったのに、電子が逃げていった分だけ、ポコッとそれがへこんどっち考えてください。ですね。で、マイナス極には、電子がいっぱいあるんです。マイナス極には電子がいっぱいあるんです。電子がいっぱいある極はマイナス極。だからこれプラスでマイナスに引き付けられて、電子をもらうんですよ。ちょうどこの穴に入る。パコって入る。入ったら、プラマイゼロになるでしょ？入ったらプラマイゼロになるよね。つまり H 原子になるんです。ですか？水素イオンが電子を1個もらって、水素原子になる。プラマイゼロ、水素原子になる。それが2個集まって、水素分子になります。H2 って分子のこと。で、気体となって発生する。つまりこっちの電極からは、泡がブーッと出てくるとき、その泡の正体は水素ですよと。ほんとしっかり教えてあげたかったなぁ、って思ってごめんなさいね。こう時間が取れちゃったら、絶対検討の設計に自信があるんですけど、めっちゃ自信があります、ここら辺。絶対あんたたちに点を取らせる自信がある。理屈が分かったら分かりやすいところ。じゃあ、Cl- って何かというと、Cl- は、電子が1個余分にくっついちゃう。マイナスイオン中の電子が余分にくっついちゃう。プラスイオン中の電子がなくて穴が開いちゃう。こんな感じだ。ですね。もう何年もこの問題の出し方たち見てきたき、もう出し方決まっちゃってですね。それで、いいですか？マイナスのイオンは、塩化物イオンとかね、言いますけど、昔は塩素イオンっておっしゃったそのまま。これ塩化物イオンという。塩化物イオンは、プラス極に引き付けられて、電子を電極に渡すんです。電子が余った OK になるんです。こいつは他人権をもらうわけ。他人権をもらうと。こっちは余っちゃうけ渡すと。電子を電極に渡す。で、この電子、渡された電子は、こっち側に補充されるために移動する。という流れなんです。いいですか？電子もらうやん。こう、電極が電子もらうやん。もらった電子はここにじっとしてなくて、こっち側にどんどん送るんです。だけはマイナス極には電子がいつもありますよ。ですね。OK ですか？ね、なんでここに2がいるかというと、H2 と Cl2 なんで2がいるんです。ですね。もうこれは、ここのところのね、勉強はこの絵とともに覚えますから。このイラストを描いて覚えます。これで、塩化物イオンは、塩化物イオンは、電子を1個渡して、塩素原子になる。塩素原子になる。プラマイゼロの塩素原子になる。それが2個集まって、塩素分子になって、気体となって、出来上がる。だけど、やっぱりこっちも、例えばこう、泡が出てくる。ね。いいですか？はい。という、ちょっとこのイラストを描かんとね、説明がしにくかったき、大きいビーカーにしましたが、実は H 型管でやるんですね。実験をね、H 型管でやるんです。だけに、こうちょっとイラストを H 型管で書き換えますけどいいですか？ここまでいいですか？じゃあそこまでもうザザッとおさらいしますけどね。
ザルとストレス浮き。まず、電気を帯びた小さな粒を何と言いましたか？イオン。イオン、イオン。忘れたら、ほなみにある何ですか？イオンですね。俺の口まで全部イオンです。イオンですね。で、水に溶かしたとき、イオンに分かれることを何て言うんですか？電解離。電離。ああ、ごめんなさい。そう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 。分かれることを電離って言って、分かれる物質を電解離。ここも用途聞かないから。ですね。じゃあ、イオンに分かれない物質を非電解離。非電解離。そうそうそう。ね。で、塩酸の電気分解なんですけど、塩酸の電離式って言われたら、イオンに分かれることや、非H プラスと C。塩酸の電気分解って言われたら、物質に分かれることを聞いてるので、2をつけて H2 と C を。ここで分かりました？じゃあもうちょっと、もうちょっと H 型管理して話を続けますけどね。いいですか？でも今日はちょっと、ね、水曜日にあと続きするね。塩化銅は水曜日にするき、今日は塩酸の電気分解だけしっかり勉強してください。で、H 型管に書き直します。はい、H 型管を作りましょう。まあ、こんな感じで。こんな感じで、ここに電極をつけましょうね。電極つけましょう。で、電極に結びつけて、こっちがプラスでこっちがマイナスですよということで、で、ここにもちょっと蓋をしておくね。後で気体を取り出して実験するね。ほんでもってですね、まあまあ、とにかく理科は絵を描いて楽しく勉強するのが一番おすすめです。ところで、塩酸の電気分解、マイナス極には何が発生しますか？塾には合言葉があるんですけど、マイナスに何が発生するか、マイナスの数と一応、マイナス水素。ね、これ、北斗の合言葉です。マイナスの数と水素の数を合わせて、マイナス水素で起こる。ね。マイナスの素、マイナス水素。つまりマイナス極には水素が発生。はい、とにかく発生した気体らしきものを書きましょう。こいつは水素です。ね。はい、これが水素かどうかを確かめるためには何ですか？火のついた何ですか？そう、火のついたマッチを入れるとどうなるんですか？あ、それは酸素だ。そう、ホットオートを取って燃える。ね。で、実は、こっちが塩素なんです。今回はこっちが塩素なんですけど、塩素はですね、本当は同じだけ発生してるんです。ところが水に溶けるので、少なく見えます。これ、水に溶けるので、少なく見える。本当は同じだけ発生してる。ですね。はい、塩素の特徴いきます。塩素の特徴。その発生した気体が塩素かどうかを確かめる。塩素の特徴。一番、何ですか？ろ紙につけた赤いインクの色がどうなりますか？うん、薄くなる。または消えるね。消えるでも OK だ。はい、これを何作用と言いますか？色が消えるので、脱色作用。これ何の実験をしようかというと、発生した塩酸が、あ、ごめん、塩素、あ、気体が塩素かどうかを確かめようかね。脱色作用。ね。めっちゃ近い。友達やね。こんな生徒と近い塾はないっすよ、多分、先生。
珍しいっすよ。はい。ただの変態親父が近づいてきてみたいな、ね、感じがしますけど。はい。じゃあ2番いきます。あと2つ、演奏の特徴あるんですね。あと2つです。2番目、色がついちゃうんですよ。色がついちゃうです。何色でしょう？木。み。それそうそうそう。君のビュー。暴力色。で、3番目。これは極めつけですよ。刺激臭ですけど、刺激臭やけど、特に、卵が腐ったような匂い。ガスのフランス臭ですね。はい。卵が腐ったような匂いです。これ出ましたか？塩素。フランス出た。卵が腐ったような匂い。うん。出てきたのが塩素であることを確かめる実験なんですかね。卵を腐ったような匂いがします。いいですかね。はい、ということでした。はい、これで実験が完了しました。ね。このこれだけの内容をパーフェクトに覚えたら、塩酸の電気分解が完全に自分のものになります。ですね。OK ですね。でそれをね、西中の補修的にしてあげたかったっちゃうね。イナヒノはちょっと俺、範囲がそこまでよく読んでなかったんで、試験があまりにも早かったもんだから、すみません、準備不足になりました。今度は、期末はしっかり勉強しますからね。じゃあ、最後の最後、あともうあっという間に17分ぐらいになりましたので、最後は、レッスン4のポイントのまとめをして終わります。もうなんといっても今年の3年生はやっぱ英語ですね。試験模試の結果でも分かるようにね、英語だけものすごく福岡県の平均点から低かったんで、とにかく今年は英語を強くしましょう。他の科目はもう取らせる自信バリバリなんですけど、英語は時間かかるんでですね、はい、じゃあ、レッスン4の最後、さっきはレッスン3だったんで、レッスン4のポイントを配ります。ちょっと親父ギャグが炸裂しようプリントなんで、はい、1,2,3,4,5,6 かな、はい、お願いします。1,2,3,4,5。これは、学校によって範囲が違うと思うんですけど、これ実はですね、期末用に作った資料なんですね。期末用に作った資料で、ちょっと今回反省点がいっぱいあったんで、こういうプリントをいっぱい出しますんで、ね、ちょっと一緒にですね、はい、行きましょうかね。はい、自分の範囲によって重要表現がちょっと入るとこと入らんとこあるかもしれません。ちょっと見てください。レッスン4の重要表現ですね。何々について耳にする。ヒアロブでした。はい、そのマーカー塗りましょう。何々について耳にする。ヒアロブですね。ヒアとオブで、くっついてヒアロブと言います。ヒアロブと言いましょうね。でも、現在完了を勉強してるので、ハードオブになります。ハード。ハードはですね、発音がちょっと怖いです。ハード。心臓はハートやろ。あれ明るいんですよ。ハート。こっちはハード。ハート。ハード。それ違うね。はい。I have never heard of Buddha。私は今まで一度もブータンについて聞いたことがありません。俺もそうなんですけど、この作品を見るまではね。はい、ハードオブをマーカーで見ましょう。ハードオブ。ヒアロブで覚えてもハードオブにしきらなかったらアウトなんで気をつけてください。今までに一度も聞いたことがない。ハードオブ出た人。出た人。出てるね。出るよね。これも絶対、そうよね。出ると思います。はい。
はい、ヒアオブですね。ヒアオブの、ね、加工のやつで出ると思います。はい、次、A と B の間ですね。これちょっと、また知らんよね。去年言うたらね、知りません、上位だった。昔、ライオンちゃんね、春だけのライオン。ね、ライオンの商品で、ビトゥイーンライオン作りよったって。ビトゥイーンライオン。で、そのコマーシャルが面白かった。歯と歯茎の間っつ。歯と歯茎の間を磨きビトゥインライオン。ビトゥイン歯&歯茎。今にしてはっきりわかるっすよね。わかりますか？歯と歯茎の間をしっかり磨かないかんき、ビトゥイン歯&歯茎。はい。ね、ちょっと見つけたら、これねと思ってくださいね。歯磨き粉いっぱいある中で、ビトゥインライオンがあったら見つけとってください。まだ売ってると思うんですけど。じゃあ行きましょう。A と B の間。Our school is between the station and the library. ね。私たちの学校は、この is がありますと訳をするんで、is ありますのでちょっとマーカーで塗ってください。ですとか読んでくださいよ。この is はありますと訳をしてください。Our school is between the station and the library. 駅と図書館の間に私たちの学校はあります。ね。はい。それから、何々の仕方、way of ですね、way of。The internet has changed our way of shopping. そうやね。よくネットで買います、今。簡単ですよ。カゴに入れたりですね。インターネットは、私たち、インターネットはですね、私たちのショッピングの仕方を変えました。ね。これ、現在完了ということはよ。何年か前から変えて、今も変えつつあるってことね。今も変えつつあるということで。インターネットは私たちのショッピングの仕方、買い物の仕方を変えています。ですね。はい、次。何なの変える方法。ね。誰も世界を変える方法知りません。はい。誰もと知りません。マーカーで塗ってください。誰もと知りません。これね、近畿が好きなんですよ。近代福岡市書いちゃってください。まあ、近畿、飯塚高校、どっちもいい私立なんで、本当にもう自信持っておすすめします。今週じゃないや。10月7日はですね、近畿で、来週やね。来週の10月7日は近畿でですね、塾長たちを集めて説明会があるんです。ね。うちは、近畿も飯塚高校もどっちもですね、非常に高校と仲がいい塾でありまして、塾で、近畿とか飯塚高校の説明会も開いたりします。だから、ものすごく詳しい話を聞きたかったりしたら、説明会に来てもらうと OK です。ですね。はい。高校から先生が説明できますので、飯塚高校はものすごく元気のいい校長先生もいますよね。木の工場ですよ。女の工場なんですけど、めっちゃ元気ですからね。あの校長がいい子を変えましたんで、今の。今年、前も言ったことを、なんかね、特進の、あれ、特進1類2類って言うんですけど、2類は人気がありすぎて、クラス1クラスやったのに2クラスに増えましたから。はい。去年まで30人ぐらいしか入ってなかったので、60人入ったんです。すごいです。もうちょっと。死んじゃうかと思った。はい、じゃあその次行きます。ですね、way of change ね、変え方ってことですね。5番範囲ですか、これ。ほとんどの何々なんですけど。何々のほとんど。most of the animals, 動物のほとんど。have disappeared there. さあ、disappear という単語をマーカーで見てください。ディスって反対の単語なんですよ。アピアって現れるっていう意味なんですよ。現れるの反対なんです。だから消滅する、消える。はい。さっきから案が出てきたよね。ハッピーってめっちゃ幸せな楽しいですけど、案がついたら不幸なんてありますよね。はい。
あんつけてくださいよ。いいですか。で、ディスもそうなんですよ。窃盗語といって、日本語で言うと、ふとか、むとか、ひとかに当たるんでね。ふとかね。あるよね。で、ひもそうよね。非電解質とかね。それに近いのがディスとかアンなんですよ。で、アピアは現れる、ディスアピアと発音しますけど、ディスアピアは消える、消滅する。で、ほとんどの動物のほとんどが、そこでは消滅をしてしまいました。していますと。ということで、モーストー、これ範囲ですか？モーストーの試験範囲の人。範囲じゃないかな？変かな？これ、レッスン4の、どこですかね？与党もわかりませんけど。まあ、とりあえず、6番、7番は後ろの方かね。6番、7番は後ろですかね。ボース A&B 試験範囲の人。A と B の両方とも。習ったかな？習った。あ、そうやね。に出てきたらいいからね。A と B の両方ともですね。じゃあ、とりあえず6、7も一応説明しておきますね。何らすることを楽しむということで、enjoy ing です。enjoy ing。The important thing is to enjoy studying. はい、enjoy studying をまず塗ってください。enjoy studying。勉強することを楽しむ。勉強することを楽しむ。enjoy ing ですからね。enjoy の後ろは同名詞しか来ません。で、その前の to は別のマーカーの色で塗ってください。その前の to、別のマーカーの色。はい。これ、ことという to 不定詞の名詞的を行う。つまり、ここはかなり、なかなか言い分ですよ。the important thing、thing は、これまたことと訳をしますけど、大切なことは、大切なことは、to enjoy studying、enjoy studying、勉強を楽しむ。勉強を楽しむ to ことです。大切なことは勉強を楽しむことです。最近結構ね、みんなスポーツの世界でもね、なんか楽しんできますとかなんか言ったりしてますよね。あれいいことだと思いますけどね。ああ、いかんな。これちょっと、あんまりマイナスのこと言ったらいかんけど、東京オリンピック、やったと思いますけど、俺リアルに東京オリンピックを体験した世代。あんたたちはね、ちょっと歴史で、1964年、東京オリンピック。バリバリ見てましたか。ああ当時、テレビがまだ普及してないあんまりね。で、東京オリンピックでテレビがブワーっと出た。もちろん白黒テレビ。白黒テレビで、ブラウン管。チャンネル、ガチャガチャチャンネル。はい。ガチャガチャガチャって回すやつ。ね。すごかったっす。で、その東京オリンピックで、あんまり名前言うたら、つぶらや選手というね、マラソン選手で、金メダルとかメダル期待されちゃった。はい。これが取れんかったんですよ。銅メダルかなんか取ったような気がしますけど、金が取れんかったんですよ。死んでお詫びをしました。すごい時代ですからね。はい。死なんでいいと思わん？ね。その後、有名な人なんですけど、君原やない、またもうちょっと後やな。そのマラソン先生面白かった。給水地点で、靴が脱げたんですよ。インタビュー。脱げちゃいました。そんくらい、ね、それで8位かなんかになったんでね。そこでブワーッと抜かれてからね、で後でもっと盛り返して、それで8位ぐらいなんとかなったんですけど、そんくらい言えたりで、負けちゃいました。すいませんとか言えたり、もう真面目すぎるんですよ。ね。だから楽しまないかんすよ。失敗するとか人間やん。ね。俺がこれまでの人生でどれだけ失敗してきたか。ミスター失敗と言われてる。ね。もう失敗で、失敗が空気で歩けよみたいな人間です。ね。それいちいちね、失敗してきついてから落ち込め。落ち込んでいいことありますか？なんもないですよ。なんもなかったらせんとけよ。ね。なんもないとに落ち込むね。なんか、ダメだ、俺はダメだ、ダメだって、なんかいいことある？
なんか言いたくなるし、食欲なくなるしね。何見ても楽しくないや。でも切り替えてね、過去なんかどうしようもないっちゃ、過去はポイント捨てて、未来に行く。俺らも毎日未来に行くよ。明日きっといいことあるかな。はい。ね、明日は明るい日と書くんですか。ねえ、明日は明るい日と書くわけです。明日が暗い日と書いてるの、なんもない。明るい日。明日はきっと明るい日が来るんです。ですね。夜明けの来ない日はないと言われてるわけ。じゃあ最後にボース A&B いきますよ。ところで、between A&B は何でしたか？ between だよ。何と何の間？そうです。歯と歯茎の間。ね。between だよ。A と B の間。はい。both A&B は A と B の両方とも。Tom can play both the piano and the guitar. ね。Tom はピアノとギターの両方とも弾くことができますって。すごいね。羨ましい。Tom can play both the piano and the guitar ですね。Tom はピアノとギターの両方とも演奏することができます。はい、じゃあちょっとだけ練習してテストして今日は終わりますので、で、明後日の予告をしておきますけど、日中と、だから東野も多分先生に聞いてください。確かめシートも絶対フットのテストあるね。で、確かめシートを持ってきてください。いいですね。確かめシートを持ってきてください。日中の皆さんいいですね。ね、確かめシートを持ってきてバンバン勉強して。で、中間の勉強しながら、その実力テストの、福田のテストのクレジットを持ってきている人は、ちょこちょこ説明します。大事なところですね。両立させましょう。はい、じゃあ、ちょっと覚える練習したら、もう自分でテストしていいですからね。プリント配ります。テストのプリント。はい、もうこれ絶対出るとこしかもう出してないし、もう出るとこ決まっちゃうしね。もう英語苦手な人はこういったとこばっかり仕組みしようから、なんとかまずは最低限取れます。最低限取れます。それもお友達シリーズ。はい。お友達シリーズ。
はい、じゃあ、あさっての予告はですね、英語のレッスン後のもうちょっと強化をしたいのと、それから、なんだっけ、塩化銅の電気分解、塩化銅の電気分解をします。ですね。あとは、聞かせの人たちとか、大袋中とか終わってないところは、テスト問題も印刷して余ってるやつとかいろいろありますんで、練習しましょう。ね。はい。あ、それとね、あと一個お願いがあった。あれ、福殿さ、夏の課題テストがあったじゃん。もう持ってきてくれてる人はもちろん、このコピーさせてもらったら大丈夫なんで、福殿の課題テストが返ってきたと思いますので、課題テストを、結果を持ってきてください。コピーしてすぐ返しますけどね。はい。夏のさ、夏の午前中の基礎コースを受け取った人。出てね。はい。で、ありがとうございます。で、その人たちは特に福殿のテストちょっと上がってほしかったんですが、前より上がった人。うん。上がってくれないと困る。はい。ありがとうございます。はい。上がっちゃかないか。あれはちゃんと折れ線グラフでわかるんでね。で、下の受験コースの人はちょっと、この練習は足りんかったかな、という気がするんですけど。はい。だって基礎コースの人はさ、過去問を3年後の3回ぐらい練習したっていう。まあちょっと上がってもらうのは困るなと思いますけどね。はい。はい。じゃあ、あさってまた一緒に頑張りましょう。で、早く、二つの人とか早く来れたら早く来てもいいですよ。みなちゅうの人もね、早く、みなちゅう早く来てください。一番試験が近い。ね。あと、三人でも伝えたとね、早く来てね。はい。じゃあ終わりまーす。終わりまーす。はい。はい。明日。